はい、湘南ゴールドエナジーの森谷です。今日の黄金体験チャンネルは雨の中のね、秦野陸上競技場にやってきました。というのもシューズレビュー、ワークマンシューズレビューですね。ワークマンがね、ここ最近ね、年1ぐらいにね、ちょっと力入れたシューズ、ランニングシューズ出してるんですよ。で、私も過去何回かレビューさせていただいて、まあ一昨年出た厚底は 2.5 万回再生、そして去年出たほんとホカオネオネみたいなね、厚底シューズ、ハイバウンスはなんと13万回再生おかげさまで記録しました。そしてついに今年2022年4月出ました。今日はね、4月17日なんですけど、最初ね、ウェブにはこれが発表された時、3月中旬から4月中旬に発売って書いてあったんですけど、伸びて4月16日にね、入荷となりましたけど、今日行って買ってきました。その名もハイバウンスオーバードライブ。今前のね、ワークマンのランニングシューズのシリーズに比べて、もうすごくね、こうね、薄くて軽い素材が使われてきて、レース用っぽさが出てるんですけど、なんといってもね、特徴がね、1個あります。そしてその特徴は何かというと、カーボンプレート内蔵。そう、ワークマン初のね、カーボンプレート内蔵シューズなんです。本当にね、ズームフライとか、どことなくね、このアッパーの部分、ベーパーフライ味があるんですけど、これでね、約片足 240g、まあ、ズームフライよりは軽く、ベーパーよりは重いって感じですね。で、私ね、のカーボンシューズ履歴は2年前の4月にズームフライ3初めて履いて、まあ、その後ね、テンポネクストとか、ベーパーフライとか、そして最近ではね、ホカオネオネのね、カーボンロケットとかをね履いてるんですけど、やっぱね、まあズームフライ3がねトータルで見て私一番合うんですよ。まあベーパーとちょっとスピード出すぎてね疲労たまるし、ズームフライ3がねやっぱいい感じのジョグとかポイント連とかしてね、レースでも結構使うんですけど、まあこのねワークマンのハイバウンスオーバードライブが、まあ、ズームフライに匹敵するぐらい使えるようになってくれれば、結構今後のね、シューズ業界の革命なんじゃないでしょうか。このね、まあ、あのメジャーなねメーカー以外のカーボンシューズといえば、一昨年ねドンキホーテがカーボンシューズってすごい話題になったんですよ。で、私はあれ買わなかったんですけど、いろんな YouTuber さんが試してみて結構酷評されてましたね。そしてドンキのカーボンシューズは税込みでね7000円超えてたんですよ。というとね、結構セールとかアウトレットあとね、ズームフライ系統がね、その、まあ、7000円まではさすがにあんまりないんですけど、結構ね1万円とかで買えちゃうんで、それだったらズームフライ買えばねいいやっていう感じになっちゃうと思うんですけど、このワークマンのハイバウンスオーバードライブカーボンシューズは、税込みで2900円ですから、なんかあんまりねその性能が劣っても別に2900円ならいいやって思うし、もしこれがズームフライとかと変わんないぐらい使えたらマジで何回も言うように革命だと思います。もうこれだけでなんかズームフライ本当にすごくねあのバランスいいんで、それと同じぐらいの、まあそれに近いぐらいの重さ、まあズームフライより軽い重さで、結構この厚めのソールに、そしてちゃんとね、ほら裏がね、裏が結構ズームフライとかねみたいな感じで、結構癖のないね裏面してます。そしてこのねカーボンもちゃんと見えてるんですけど、それでちょっとねこのロッカー機能もあってちょっと反ってるんで、ちょっと今日はね、ジョグと 3000TT で、実はね今のね最近ね私ポイントレインも TT もやってないんで、先週どんな感じかをねオンを履いてやってみたんですけど、めちゃめちゃねやばくて13分40秒だったんです。これまあ動画上げたいんですけど、これもそのうち上げるんですけど、まあ、今日はこれ履いてみてちょっとね、なんか外見的にはズームフライっぽさあるんで、ズームフライに匹敵するぐらい使えるんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと超楽しみにしてたこのハイバウンスオーバードライブシューズレビュー、ちょっとやってみたいと思います。はい、今アップ中です。今キロ5キロぐらいで 1.5 キロ走ったんですけど、正直すでにいいとしか言えません。率直な感想ね、まあ、入ってすぐだからまだね伸縮性とかもね細かいとはないんですけど、正直ズームフライ3よりはバウンドの良さも、ね、クッション性もありません。ただ皆さん、ズームフライ3の値段はね知ってる通り新品で買うと1万7000円なんですよ。税込2900円です。で、いい感じです。で、今までワークマンのシューズってちょっと太くて足首緩いなって感じだったんですけど、完全に改善されました。足首すげえホールドされてるし、すげえスムーズに走るんですよ。最近調子悪かったんですけど、結構キロ5キロぐらいでアップできてて、で、さっき言ったようにまだナイキほどクッションないんですけど、ホカオネオネのカーボンロケットよりクッションもバウンドもあるかなって感じですね。で、私ナイキ以外だとカーボンってホカオネオネのカーボンロケットぐらいなんですけど、だからナイキ以外は他はどんだけいいか分かんないけど、ナイキのカーボンはとにかくいいんですよ。何回も言うようにこれ税込み2900円としては神で、なんかねデザインもすごいシックでワークマンっぽいじゃないなと思って今履いて走ってたら、私ねもう断言します、もう1個か2個買います。ズームフライがねもう丸2年使ってちょっとね横が穴深くてたんで、
まあ、レースで使うか正直分かんないんですよ。やっぱりレースはね、まあ、レースまだ全然出てないんですけど、ちゃんとね、いい感じで後悔なくやりたいんですけど、ポイント練とか普段のジョグとかはこれでいいなと思って、ちょっとね、もう一足買って、今二拠点生活してるんで、二拠点に置いてもいいかなっていう。でもこれ一足あれば初心者も詰めるし、経験者もジョグ、ポイント練、まあ、なんならだから草レースとか出るときに税込み2900円でしょ、もうダブサイトと思って買って車置いといてもいいと思います。それでアップした後にちょっとポイント練で 3000TT やります。ということで、3000TT をね、このワークマンのカンボシューズハイバンドオーバードライブでやってみたいと思います。まあ、先週のね、ボロボロの二日酔いで、しかもオンでやったレース用じゃないのでやった13分44万で行きたいなって感じです。じゃあ行きます、よーいスタート。はい、じゃあね、二見平さんに引っ張ってもらって3000やりました。先週オンで13分44秒で撃沈したんですけど、あの時はもう2日目だったんですけどね、今日は最初の入りが1人で1000走って4分07、次から二見に2000、3000引っ張ってもらって4分00、4分02で12分9秒。まあ、正直ね、結構いっぱいいっぱいでしたけど、今の自分ではできすぎですね。やっぱね、さっきのファーストインプレッション通り、ズームフライほど跳ねません。ただし全然使えます。普通に正直去年一昨年のワークマンの出したランニングシューズ、まあ、この動画でいい言ってましたけど、あれ税込み1900円で値段にしてはいいっていうニュアンスもあったんですよ。今年のこのワークマンのカーボンシューズは税込み2900円、ただし値段にしてはいいじゃなくて本当にね、いいです。初めて値段にしてはって言葉抜いてもいい、結構いいランニングシューズ。まあ何回も言うようにズームフライほどじゃないです。この辺でズームフライぐらい言ったらね、ズームフライね、売れなくなっちゃいますよね。まあ、でも税込み2900円にしては最高ですし、それ除いてもランニングシューズとして使えて、今回このワークマンシューズ、最初ね980円シューズ出て、で1900円のちょっと厚底出て、で次にまた1900円のハイバウンス、まあ、他のね、クリフトみたいなの出て、ついに出会ってきたこのねハイバウンスオーバードライブカーボン、これね初めて私今回普通に普段のジョグとか練習とか普段にちょうどズームフライついに2年入ってね、結構下手ってきたんで、ちょっと初めて普段から使うランニングシューズ、ワークマンのランニングシューズで普段から使うのとして採用します。今期、まあ、ポイント練とか練習どうしようかまだ分かんないですけど、こうレースとかじゃなくて普段の、ね、ジョグとかでは結構積極的に初めて使っていこうと思います。マジで買いです。自分もう一足多分買います。皆さん騙されたと思って買ってください。今ね3000久しぶりに12分09との、まあ、今の私にしてはまあまあいい状態で走れたんで、ちょっと今10分空けて休憩したんで1000も1本走りたいと思います。はい、1000一歩行きます。よーい、スタート。